工学院八王子専門学校放送技術科2年の金城小夏です。浦添商業高校出身です。出ますか。設備がとても充実していて理想的な環境だったのでこの学校を選びました。体験ツアーの方に参加してオープンキャンパスに行ったことがきっかけです。部活動の紹介動画を作らせていただいて、それをきっかけに映像のことをもっと知識増やしていきたいなと思ったので映像の学校を目指そうというきっかけになりました。いろんな人がいて個性が溢れていて東京の学校に来てよかったなって思います。とても楽しいです。先生たちは個別にちゃんと指導してくれて機材とかも分かりやすく説明してくれるのでためになってます。沖縄にはない景色とかお店とか電車もそうですしいろいろあるのでやっぱりそこが新しくて面白いと思いました。本当になんか現実的な話なんですけど住民票をまだ写してなかったんですよ。それで口座を作るのに結構手間をかけました洗濯は乾燥機とかもあるのですぐ乾いたりするので結構便利かなって思います。沖縄県から八王子に来て頑張ってます専門学校なので制作の実習にやっぱり力を入れていきたいなって思ってます。関東の制作会社で探していますけど自分で行きたい就職したいっていうところにちゃんと内定を取れるように今から頑張りたいと思います。結構関東って大きい会社が多いので全国放送とかできるじゃないですか。地方とかのいろんなローカルの番組を作ったりして沖縄も含め紹介していく番組を作れたらなって思います。お父さんお母さんいつもありがとうございます。お母さんは反対施設にいつも私の夢をちゃんと押してくれて本当に感謝してます。お父さんにはいつも連絡くれてあんまり連絡できない時もあるけれどちゃんと八王子で頑張ってるので応援してください。お父さんお母さんいつもありがとう沖縄の子たちはみんなちゃんと力を持ってると思うのでどんどん内地に進出していってほしいですしもっと関東圏を盛り上げていってほしいなって思います。一歩新しい世界に踏み出すことによって夢の実現につながると思うので高校生の皆さん頑張ってください。日本工学院八王子専門学校はとても理想的な環境で学びやすい学校です。周りはとても優しい人たちがたくさん溢れていてとても楽しい学校なのでぜひオープンキャンパスツアーに参加してください。メソレ